むむむむむむ。どうされたんですか、オルテンシア王女。わかる、わかるわ。クロエには私に足りてない魅力がある。魅力？そう、それは母性。すべてを優しく包み込むような力。ずるいずるい。可愛さなら負けないけど、母性って何よ。そりゃ何年か経てば私にだって母性の一つや二つくらい生まれるに違いないわ。でも私は今負けてるのが嫌なの。あ、はあ。ということでクロエ、これからはしばらく私と仲良くしなさい。あなたから母性という母性を引きずり出し、全て学んでものにしてみせるわ。よくわかりませんが構いませんよ。オルテンシア王女のような愛らしい方が私のことを慕ってくださるなんて光栄です。そう？急なお願いだったから嫌じゃなかった？割と一方的なあれだったし。全然構いませんよ。これからよろしくお願いしますね。なんだかすでにクロエの母性に包み込まれてる気がするわ。あの、オルテンシア王女。スタルーク王子、あなたから話しかけてくるとか珍しいわね。その、実はやっぱりいいです。何よそれ、すっごく気になるんだけど。いいからとりあえず話してみなさいよ。ほら早く。寝てほしいんです。声ちっちゃ。もっと大きな声で。あの、その自信のつけ方を教えてほしいんです。今度は声が大きい。まあいいわ。それどういうこと？オルテンシア王女はいつも自信満々ですごいなと思っていて、僕は自信がないので自信のつけ方を教えてもらえたら嬉しいです。なるほど、そういうことね。でも残念でした。そんなの教えてあげません。あなたがブロディアの王子じゃなかったら丁寧に優しく教えてあげたんだけどな。そうですよね。あら、ブロディアは何度もイルシオンに攻め込んでいますから。それに僕みたいなゴミのために貴重な時間を割くなんて無駄でしかないですし、僕はなんて傲慢なんだ。恥ずかしいです。すぐに消えますね。ちょっと待ちなさいよ。私そこまでは言ってないわよ。いいんです、どうか僕のことなどお気になさらずに。僕のような恥の塊はオルテンシア王女に二度と話しかけませんから。え、ちょっとスタルーク王子ったら。てっきり怒って突っかかってくると思ったのに、かわいそうなことしちゃったわ。仕方ないわ、次に会った時に協力してあげましょう。セアダス、聞きたいことがあるんですけど。何でしょうか、スタルーク王子。セアダスは大将の方たちと一緒に暮らしていたと聞きましたが、それは本当ですか？ええ、そうですよ。商人や大道芸人、それに踊り子たち、いろいろな職の仲間と各地を転々としていました。そうだったんですね。いいな、羨ましいです。羨ましいですか？そう思われるなんて少し意外です。僕は立場もありますから、あまり王国を出ることはできないので。なるほど、確かにそうですね。団体行動はすごく苦手ですけど、いろいろな場所を巡れるのは羨ましいです。世の中には自分が想像したこともないような驚くべき景色などもありますからね。俺が目にしてきたものでいいのならお話ししますよ。本当ですか？ぜひお願いします。ですが、できるだけ魅力が伝わらないように話さないと。ブロディアの王子が国を飛び出して旅がしたい、
なんて言い出したら責任を持てませんからね。そんな心配は無用ですよ。僕にそこまでの度胸はありませんから。アイビー王女、こんにちは。ごきげんよう、ミステラ王女。アイビー王女って私と同じ第一王女なんだよね。そうね、私はイルシオン、あなたはソルムの。でもとても同じとは思えないわ。第一王女なのにこうまで違うとはね。そんなに私たちって違う？見た目も性格も正反対だと思うわ。どちらが良い悪いではなく、あくまでも違うということだけど。まあ確かにそうかもね。それに私は領地内を放浪しないし、野宿を体験したこともない。それってもったいないよ。野宿ってすっごく楽しいんだよ。私にはそうは思えないけれど。なら体験してみようよ、ミスティラと一緒に。ドキドキ野宿体験。どうして私がそんなこと。いえ、そうね、せっかくのソルム第一王女からのお誘いだもの、お受けするわ。やったー。じゃあいろいろと用意しておくから楽しみに待っててね。ありがとう、ミスティラ王女。あ、フォガートだ。ご機嫌じゃないか姉さん。何かいいことでもあった？ううん、特別なことは何にもないよ。何にもないの？でもそんな幸せそうな顔を見たら、なんかわからないけど俺まで嬉しくなってきちゃうな。そう、よかった。でもそろそろ理由を教えてよ。どうしてニコニコしてるの？それはね、フォガートがいることが嬉しいからに決まってるじゃん。なんだよそれ、俺ならいつだっているのに。いつだっている？ううん、不正解。ソルムにいた時はお互いにお城を開けてることが多かったでしょ。特にフォガートはそう、ほとんどお城にいなかった。ああ、それは確かにそうだね。だからこういう大変な時だけど、毎日フォガートに会えるのは嬉しいんだよね。前向きな考え方だな姉さんは。戦の最中だっていうのに実の弟に会えるから嬉しいだなんてさ。ダメかな。うん、弟としてこれほど幸せなことはない。ありがとう姉さん。私はかつて故郷を追われました。ですが引かずに残れば死んでいた、死んでいれば敗北していたのです。時には撤退することも大事、そういうことですね。ルキナはその後勝つことはできたのですか？はい、世界の運命を変えることができました。ですからあなたもどうか最後まで諦めないで。わかりました。この先どんなに辛いことがあろうと、最後は希望につながると信じますよ、ルキナ。あんたはいつも変わったものを食べてるな。珍味が好きなのよ。アイクにも食べさせてあげたかったわ。
ルキナ殿。はい。すみません。お供え物をお持ちいたします。お待ちを。失敗は許されない。これをこうして。うぃー、こちらの料理を捧げます。おいしい。おかわりしたら太るかな。おいしいですな。
どうぞお好きに。頑張ります。神秘的だね。
するよ。まだだよ。助け立ちする。助力する。待てて。まだいける。さすが強いな。必ず勝つ。
たかったか。平気です。いただくよ。まだまだ。これ。よし。なんとお詫びしたらいいか。
ポイント。こちらも。目をそらしません。眠くなってきました。ヒルマン、手を貸そう。エンブレム、勝負です。いい風ですね。優しいですね。ブロディアに恥じぬ戦を。行きます。もう寂しくありません。エンブレム、
するよ。えっ、誰にも負けないくらい強く。いただくよ。アンナちゃんも。いい、いい風ですね。おやすみなさい。
って思われてもいいよ。好きにはさせません。ルールルー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 。セアダス、踊りの練習ですか？神竜様、厳密に言うと練習ではありませんね。今宵は観客がいますので。観客？でも周りには誰も。月。月？そうです、夜空に青白く輝く月、そして幾千の星々。俺は今宵彼らに踊りを披露していたのです。神竜様はご存知ですか？人は死すると肉体を離れ星となること。あの空には俺の師匠もいるんです。亡くなられたのですね、その方は。ええ、師匠はこの振り付けが一番好きでした。ルールル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 。セアダス、とても綺麗です。当然です、美しく見せるために他の全てを犠牲にしているのですから。踊りの練習に精神の統一、徹底した体型管理も必要です。
これでも俺はソルムでは少し名の知れた踊り手、恥ずかしい真似はできません。セアダスは自分に厳しいのですね。素晴らしいと思います。それになんだか神秘的な雰囲気、少し近づきがたく感じるほどです。もう踊りを再開しても。はい、お邪魔しました。ユナカ、モノマネがうまいというのは本当？やっぴー、もちろん本当ですぞ。例えば、私は紋章しかむい、精一杯戦いますとか、私はイルシオン王国の王女アイビーよって感じですぞ。やっと見つけた。見つけた？ユナカ、頼む、俺の舞台に立ってくれ。舞台というのは人前に立って歌や踊り演技などを披露するあの舞台ですか？うん、その舞台だよ。近いうちに踊りを取り入れた劇をやりたいと思っていて、ずっと役者を探していたんだ。私めが舞台に立つなど無理よりの無理に決まっておりますぞ。俺がつきっきりで指導するから大丈夫。ユナカには絶対嫌な思いはさせないから頼むよ。ユナカの協力なしではこの舞台は成功しないんだ。セアダス氏、わかりました。そこまで言うのならそちら様のために協力いたしますぞ。ありがとう。ただし途中で代行役者だと分かっても私めを責めないでほしいですぞ。もちろんだよ。感謝こそすれ、責めるわけがないさ。俺の目に狂いはない。君なら素晴らしい役者になれるはずだ。